島ブーエは、イタリア、ゴシック期の画家である。ゴシック期のフィレンツェで活躍した画家。ジョットは、彼の弟子と考えられている。西洋絵画が中世から近代へと歩み始める、最初期に位置する画家として、美術史上に重要である。近代以前のイタリアの画家には、本名でなくもっぱら通称で呼ばれるものが多いが、島ブーエも、その一人であり、本名は、ジェンニ・ディ・ペーポといった。西洋文化史の上で、中世の次に位置するゴシックの時代は、12世紀に始まった。ゴシック様式を代表する分野の一つは、今もフランス各地に残る、壮大華麗な大聖堂建築である。一方、絵画におけるゴシック様式の発達は、建築より遅れ、13世紀後半のイタリアに、その方眼が見られる。島ブーエは、13世紀末のイタリアで活躍した、ゴシック絵画を代表する画家の一人である。フィレンツェで生まれ、ローマ、アッシジなどでも制作をしている。島ブーエの絵画には、近似の背景、正面性、左右相称性の強い構成、人物の図式的、平面的な配置の仕方など、古代ギリシア様式を基礎に持つビザンティン美術の様式がまだ色濃く残っている。しかし、中世絵画に比べると、人物の自然な表情、聖母の台座や衣服の表現に見られる空間表現への意識など、ルネサンス絵画への道を確実に歩み出していることが見て取れる。ジョットの師とされる島ブーエは、シエナで活躍したドゥッチョ・ディ・ボニンセーニャと共に、ゴシックとルネサンスの橋渡しの位置にある西洋絵画史の最初のページを飾る画家の一人と位置づけることができよう。ありがとうございます。